ブルーキャットチュートリアル111番の量子テレポーテーションを始めます量子ビットから別の量子ビットに情報を転送する量子テレポーテーションを確認してみましょう量子テレポーテーションの回路は下記のようになります90のはてなの部分には量子状態を作る操作を入れます ブルーキャットでの実装です。もつれを作りながら回路を実装しましょう。最終的に測定は Q2 のみを行います。今回、Q0 は0でしたので、Q2 が0となりました。次に Q0 を1にしてみます。X ゲートをかけて値を反転しましょう。結果として、Q2 に1が移りました。 次に9 0を重ね合わせにしてみます。そうすると Q2 に重ね合わせが移りました。まとめです。今回は量子ビットの状態を転送する量子テレポーテーションを見ました。もつれを使ってできる面白い回路なのでぜひ試してみましょう。今回は以上です。お疲れ様でした。